スナックオレ。スナックオレ第44回です。今週も入江さん来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。ピカピカの入江です。お願いします。お願いします。どうですか最近は。最近ですか。そうですね。もう新年も明けて、年明けて、はい、3週目ですけど。3週目で、はい、やっぱりその、はい、毎回目標立てるじゃないですか。やっぱり。そうね、はい。新年の目標の話してなかったね。そうですよね。はい、ちなみに石川さんは、ある占いとかと信じるんですか。いや、全然信じないかも。全然ひみかさんは、ひみかでもいいことは信じちゃうかも。それお前おみくじとか引いて、はい、ああいうの信じます？結構好きですね。ちょっと前に去年昨年の、うん、ゲッターズ飯田さんに2024年を占ってもらったんですよね。うん、そしたらなんか、まあ、今日も現場に来てるやつが結構僕のナンバー2で頑張ってくれてるんで、うん、そいつのことも占ってもらったんですよ、うんうん、でこいつの人生こいつが変わることでピカピカも大きくなるんでよろしくお願いしますって言ったら、うん、家君彼辞めるねって言われて出てるよって言われてみたいな、やばいねみたいな。で今僕今日も一緒だよ、今日来てます。だから僕今ドキドキしながら2024年を過ごしてるんですよ。ゲッターさん当たるの有名じゃないですか。いなくなっちゃいますよって言われてやばいやばいやばいと思って、はい、すごい今のとこドキドキしてますけど、今のとこ今のとこ今のとこ大事です、ね、2024年開けてみます。なるほど、なるほど、はい、危ないです危ないです。面白いな、面白いです。なんかこれあと0706サロウィンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヒロさん、入江さん、打ちひしがれた時の経験談を教えてください。どう向き合ったでしょうか。入江さんはだからやっぱそれですか。はい、そうですね。やめて2019年なんで5年前ですかね。やめて、うん、本当一人になって、うん、もう人生終わったなと思った時が、うん、もう本当になんか自分だけだったらめちゃくちゃ楽だなと思ったんですけど、はい、周りを巻き込んでのそれは本当にいまだに夢でも見ますからね。やっぱりそこはもう完全にやばいなと思いましたね。うん、前も聞いたかもしれないですけど、はい、なんでそこで清掃業に行ったんですか。そこはなんか、まあ、相方の、まあ、矢部にいろいろ相談もしてたんですけど、うん、人生は続くよと、うんうんうん、このまま何も動かなかったら、はいはい、まあ、どうすんのって何も変わらない状況だよってことで、うん、確かになと思って何かやろうかなと思って、なんかゼロからやることがいいかなと思ったんですよね。やったことないことをやってみようかな、うん、挑戦としてっていう中で、まあ、いろいろ調べた時に、うん、まあ、清掃をがなんか結構こう初期投資安くできるみたいな、うん、書いてあったのを見たとビジネスチャンスと見て、でなんかその時ふわっと思ってて、うん、で家の掃除をしたんですよ、うん、やること長すぎて、はいはいはい、断捨離をしたら気持ち楽になって、うん、あれこれ清掃って向いてるかもなと思って行ったのがきっかけですね。強いねやっぱね、うん、向いてましたね。だから自分にその意外とその朝起きて行くってことが、うん、なるほど、はい、自分が断捨離して軽くなったって言ってたじゃないですか、はい、そこが一番もしかしたらヒントっていうかなんかチャンスがある気がして、今それをなんかそれビジネスになりそうな気がするな。その今のピカピカに連動させて、なんで部屋をきれいにしなきゃいけないかとか、そのなんで物を減らした時に気持ちよくなったかとかっていうのを、まあサービスに変えるともっと広がっていく気がする。バイクの免許とか車の免許欲しかった時ってなんで欲しかったんだろうと思ったの。冷静になって考えるとその自由が一番欲しかったんだな、うんうんうん、その自転車で行けないところまで行けるとか、うん、雨に濡れないとかさ、うんうん、だからそこをもっとうまく形にすると、うん、もっとなんかチャンス、ビジネスチャンスなんか、ああ本当ですか、ありそうな気がする。ちょっとそれ真剣に考えよう後で。あ本当ですか、嬉しい。なんかけそうな気がする。思い出を捨てることによって得るものがあったって感じですかね。なるほどね。芸人時代の衣装とか捨てたんで、うんうんうん、そういう、はいはいはい、小道具とか、うん、スケッチブックとか捨てたんで、なんかもう未練だって戻れないですから、ね、そっちにはもう、ね、もう行くしかねえと思った時にちょっと変わったんですよね、うん、気持ちが。なるほど、はい、どうぞどうぞ。それで言うとひみかは結構運動がそれかもしれない、うん、発散するの、はい、なんか頑張ろうって思います。エッチな話じゃないよね。違う。なんでどこも行ってないですよ ね、はい、どこも運動イコールそっちだと思わないですよ誰も。もう頭がちょっと やばいですよ、はい、今普通の会社だったらクビですよ確実に。
本当に残ってますからね。確かに、はい、抑えられてる、はい、抑えられてますからサービスですか、はいはい、皆さんにサービス、はい、だから運動ってあれですよ、なんか運を動かすっていう感じで書きますよ ね、 なるほどね。だからなんかそうやってやるとなんかこういろいろ変わってくるんですよね、はいはい、なるほどね、うん、気持ちが前向きになるなって一回ねストレス発散して、はい、ひみかさんは今後こう露出テレビとか、はい、そういう雑誌のモデルとかそういうのは興味ないんですか、やっていきたいとかないんですか、そのタレントセット方向は。でも、はい、まあ、前に出ること好きっていうか、うんうん、まあ、それに憧れはあります、うんうんうん、なんか、うん、インスタグラムかなんかで石川さんの海外行った時に、うん、すごい人気があってなんか酒を飲ませるみたいな、うん、なんかやってませんでした。そうそう、台湾で、ね、台湾か、この間飲まされてた。あ、はいはい、うん、もっと何違う角度で行ってほしい、俺気持ち的に。はいはいはい、なんか世界中でいろんなチャレンジするとか、はいはいはい、なんか普通のタレントとかモデルとかできない、なんか領域で、せっかく海外行ってるから、そう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 、海外で必ずなんかやってくるってのどうですか。あ、そうなの。だからそれを、はい、いつもヒミカチャレンジとかって言って、うん、ドリアンを食べるとか、はいはいはい、なんかそういうのとかをやろうよって言って、はいはいはい、そうそうそう、あとは僕が個人的に思うのが、はい、いろんな言葉を覚えてほしいですね、海外の、日本語以外の、はいはい、喋れてたら言語、これは多分3年後とか相当化けますよ。確かに、だってもう通訳もできたら、もうすっごいいいじゃないですか、はいはい、それとかだって若いからね、覚える力早いじゃないですか、そういうのとかめちゃくちゃ面白いですよね。なんかただ可愛いとか綺麗とかそういうんじゃなくて、なんかみんながこうなんかなかなかそれやりたいけどできないみたいなことをやってほしい。そうですね、挑戦してって、そう、はい、ただ可愛いのもいくらでもいるじゃん、はい、まあそうですね、プラスアルファが大事ですね、はい、そうそうそう、やっぱり港区の女性はお金かかりますからね、可愛い、いやもう本当に難しいっすね。これ切実です、僕も独身なんですけど、それがもう打ちひしがれたってことですね。打ちひしがれた、もうこれ無理か、もうカウンターのお寿司屋さんぐらいじゃ何ともですよ、何度も言ってるから、はあ、携帯見られてるわ、いじられてるわ、もっと感動してくれ、頼む。普通の子でさ、はい、選んでよ、そんな、いやいや可愛い子じゃなくて、いやもう本当そうっすよね、可愛い子はいいんすか、可愛い子ってなんか、見ててこう可愛いじゃないですか、可愛いなってなっちゃうんですよ、だから全然知らない人の TikTok とか見ちゃいますもん、確かに、ね、可愛い子が流れてくると、確かにね、なんだこれみたいな、俺思うんすよ、やっぱあの、はい、キラキラ女子みたいな、港区女子みたいなのって、セレブ生活を毎日さこう演出して、はい、あの先に何があるんだろうと思うの、いつも、あれ見てて、だからまあ今が楽しいっていうのと、まあその社長さんにいろいろ買ってもらったりとか、だけど将来は不安にはなりますよね、そうでしょ、ずっとだっていずれ絶対みんな年取るわけですから、そう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 、はい、だからさ、なんかそんなの見るより、なんかそこら辺のパン屋さんで頑張って働いてる子とかの方が俺テンション上がるんですよ、あ、もちろんもちろん、それは僕そうでしょ、でもそれで可愛い結構好きですよね、でもね、まあそう、いやでもそんなにキラキラしてる子よりは、ちょっとブスでもパン屋の子が好きか、あ、でも一生懸命働いてる子は僕も好きです、そうだよね、はい、だそういう子とさ出会わないんですよね、そうか、誰かちょっといないですかね、本気で結婚したいんですよ僕は。年はどうですか、はい、年はもう本当に別に全然、まあ話が合わないのは厳しいですけど ね、やっぱりちょっと若すぎてもちょっとやっぱ話も合わないですし、めちゃくちゃねちょっと年が近いと落ち着きすぎてってもっていう感じなんで難しいですけど、そうだね、ちょっと頑張りたいですね、飯井さんがやっぱりね高望みしすぎてると思う、ね、それはもうみんなに言われます、はい、もうやっぱり妥協しなきゃダメですよね、そう見ちゃうじゃん、そう、はい、周りも過ごしてくれるから、はいはい、タレントもいっぱいです、そうなんですよ、やっぱもう、ね、もう麻痺しちゃいますよね、それ良くないですよね、やっぱり、でも本当にもう毎年知ってますか、2024年はなんとか彼女を作りましょうね、作ってやっぱしないと、彼女とやりたいことめっちゃあるんですよ、そうだよね、ちっちゃいことでもいいんですけど、一緒にまずはユニバ行ってマリオとかやりたいんですよ、はい、逆に元気だよね、そうですね、俺嫌だもん、ああいうとこ行くの嫌ですか、嫌だ、やってみたいじゃないですか、みんなやってるじゃないですか、いや混んでるとこ行くのまず嫌だ、僕ね人混みなんか好きなんですよねお祭りとか好きなんですよね、やっぱそういう職業だよね、もともとね、はい、加藤さん、じゃあ T シャツあげようかな、はい、今盛り上げ、今ねだいぶ盛り上げてもらったんで、はい、じゃあスナックオレ T シャツ、
これ背中に、俺はやるけどお前はどうするプリント入ってますお来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。スナック俺01タツさんありがとうございます。ありがとうございます。イン、エン、タイミングの中で一番大事なのはどれだと思いますか。それぞれの捉え方を教えてほしいです。うわーすげーいい質問っすね。むっちゃいい質問っすね。うわー僕は縁です。縁、はい、うーんなんか縁があって、いろんなことがむずいな2つ迷ったんですよ僕、何縁かタイミングで迷ったんですよ。あなるほどね、はい、ここのタイミングだから行けたとかあるんじゃないですか。このちょうどこのタイミングだからこの仕事やれたとかもあるけど、やっぱでも縁があるから今の自分がご縁があるからあったかなと思うかもしれないですね。石川さんどこですか。僕は大前提としてやっぱ自分が努力してるかどうかが一番重要っていうか、いろんなことに対して準備できてる、あの常に努力して準備ができてる状態だからこそ、まあ、タイミングだったり、まあ、縁があったりとか、まあ、運が良かったりした時に自分がさそもそも準備できてなかったら何も活かせないわけじゃないですか、はいはいはい、だからやっぱ受動的なことではなくてそもそも自分がやっぱりこう努力してるかどうかが、まあ、一番大事かな。だって努力し続けていたってタイミングが来ない人もいるわけじゃん、はい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 、だからそれはもう、まあ、せめて自分ができることをまずやってるかどうかがすごい大事。そのけでも自分がゼロだったらこれあっても意味がないってことですね、うん、そうそうそう、だって声かけてもらっても何もなかったらね、そうこっちが役に立たなかったら相手にも失礼だし、はい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 、だから、そうかな。なるほど。ひみかさんはどうですか。でも運かなって思います。なんか運があってここも来れたかなって思うし、ね、その金沢のね店舗の時にいなかったらね、はい、そもそも会ってないですもんね、だからなんか全部運良かったなっていうか思ってますね。そうでもね俺は本当にそうやって言われるんですよ。やっぱり地元の子たちに寮は運がいいねって昔からこう、ね、東京来てからね言われ続けたんだけど、俺なんかね自分が運がいいなって思ったこと一回もないんですよ、なんか東京に行こうって思ってで来たのも自分だし、なんか24歳の時に独立しようかなって思って別にしなくてもよかったんだけどしたのも自分でしょ、だから運で済んだことなんて一個もなくて、はいはい、結局全部自分で選んでるから、でひみかもさて運がいいってなんかちょっと謙遜して言ったのかもしれないけど、高校生の時にそのうちのモデルをやってなかったら今がないわけじゃん、はい、でもやるって自分で周りからは反対されたけど、はい、やるって自分で決めてやったわけだから、なんか結局それは運じゃなくてやっぱ自分で選んでここに来てるんで、はい、そうだね、運っていう言葉で済まされちゃうのは結構ちょっと、ね、確かになんか俺も嫌だ嫌だなみたいな、ねえだって、運だけでやれるわけないですもんね、ここまで。それは、ね、影の努力だったり、まあ、才能だったりとかそういうことがいっぱいありますもんね。なんか宝くじ当たっちゃったみたいなのは、はい、運かもしれないけど、はい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 、なんかそれ以外のことは結局自分で選んで進んでるから、なんかそれは運とはちょっと違うなみたいな。だから家さんもねこれからさまたじゃあ100店舗になって200店舗になってってなった時に、いや家さんもうすごいね、運がいいよねって言われたら俺も絶対違うと思うんだよね。やっぱりあの時に選んであの自分が信じた道を進んでよかったなってずっとあの思うだろうし、はい、外からの影響とかじゃなくてやっぱ自分がどうかが、まあ、一番大事かな。最後にすごいいい話しましたね。いい質問ですね。いい質問ね。これめちゃくちゃいい質問だな。めちゃくちゃ帰り考えるやつだな。運、縁、タイミングね。縁、はい、タイミング。この中に一番大事なのはだからなかったってことですね。準備ってことですね。そうそう自分の努力と準備があれば全て大切なんですね。そうそう。そうそう全部が活かせる。はいはい。いい話だ、はい、いやいい質問来ましたね。はい、本当にそんなじゃあ、はい、さんにはあじゃあこの人にあれあげようかな。これちょっと僕の私物の、はい、これファッツのサンプルなんですけど、ほうほうほう、これねすごい3レイヤーで素材もめちゃくちゃ良くて、はい、
っとあったかいんで。おかっこいいっすね、はい、このちょっとプレイステーション風のロゴ。はい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 、はい、すごいシンプル。後ろも何も入ってない。はい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 、ないんで、ウィンドブレーカー。はい、いい質問してよかったですね急に私物、はい、うわ、世界に一つしかないもの。じゃあこれとあれもセットしようかな。お、なんかバッチ、バッチじゃ、はい、これバッチとセットで、じゃあこれ、こちら。おめでとうございます。おめでとうございます。スナックオレ、3週にわたってですね、はい、ピカピカの入江さんに来ていただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、久しぶりに会えてね、楽しかったです。こういう形でなんかこう、呼んでいただくの本当に嬉しくてですね、うん、FR2 さんにね、支えられてるんで、本当にありがとうございます、本当に。本当に、今年もね、はい、頑張りましょう。ちょっと全力で大きくできるように。ね、今年、50店舗行きたいですね、はい。ちょっと必ずそこはまず、ね、はい、行きたいですね。ぜひ、はい、それでちょっとすみません、ちょっといいですかってございまして、うん、石川さん、来週結婚すること決まりましたっていうのを電話できるように今年ね、今年にちょっとすみません、ね、また発表は1週間後なんですけど、先にお世話になってるんでお電話させていただいてっていうのをやりたいっす。いや、ぜひ、はい、待ってますよ、はいはい、何の仕事をしてるのか、すみません、西麻布のラウンジとかラウンジかい、結局ラウンジかいってまあどんな子でも、はい、ちょっと頑張ります。エリエさん選んだんだと、はい、ちょっと頑張ります。ます、ね、ありがとうございます。いや、本当に、はい、3週にわたって長々と、はい、ありがとうございました。いや、楽しかったです、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。